はい、すいません鏡になってなかったよ。そう、大丈夫。じゃあこのままちょっと続けていきます。そうで、そうですね、ここにあの USB、 こっちを USB に挿してここに入れて、あれか、充電して、まあ、20分ぐらいでもすぐ吸えちゃう感じなんですよ。そうだからもう本当に簡単ですね。これを充電してあげて、まあ、これは本体なんですけど、このカートリッジをこうここに挿してあげればもうこれでもう吸えちゃうんですよ。ってな感じで、うん、今吸ってるのがスースーレモンっていう、このこれに入ってるやつなんですよ。スースーレモンっていうこの上から2番目のやつ。そう、これ割といいっすよ、スースーレモンは。この中で吸ったのはここのアイスミントと、アイスミントとこのパイナップルとスースーレモンは吸ってみたのか。その中でも一番やっぱスースーレモンが一番いい感じですかね。ちょっとせっかくなんで、あれか、全部つかね、ここのいくつか吸ってみたいと思います。うん、とじゃあこのパイナップルちょっと吸ってみますか。ここにやっぱこう刺すだけ、カチッといきます。甘っ。なんかこうパイナップルの甘さの後に最後にこうココナッツ的な感じのが抜けるような甘さがある感じですね。まあ、甘いのが好きな人もいいのかもしれないですけど、僕にはちょっと甘すぎるかなっていうような印象ですね。これがアイスベリー、ちょっと行ってみましょうか。アイスベリー、もう開けた瞬間からも結構いい匂いするんですよ、割とね。カチッと、でここが光るのがあの吸えてる時の印っていうんですかね。ちょっとやっぱブルーベリー的な感じと、ちょっとけどあんまりパイナップルほど甘くない感じですね。スーッとちょっとずつちょっとですけど甘さがどん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 来る感じなんですかね。割とうん、こんな感じですね。うん、ベリー美味しいです。そう、タバコ感はあんまりないのかな、こう苦さというか、なんていうか、あの嫌な感じ。けど味としては10種類ぐらいあるんですよ。マイブルーに関しては10種類か。ちょっとサイトの方で見てみますか。フレーバーがね、そう、充電は20分でもフル充電できちゃうんですよ。で刺すだけで、しかもニコチンタールゼロだから体にもあんま害がないっていうか、ゼロではないと思いますけど、タバコと比べてそういう健康被害っていうんですかね、そういうのは少ないんじゃないのかなと思って。12種類だって、フレーバーが12種類のフレーバーショップ、どんどん見てみ、フレーバー一覧、スースーレモン、ストロングメンソール、グリーンアップル、アイスベリー、パイナップル、アイスミントで、メンソール、マンゴーアプリコット、チェリークラッシュで、タバコ味、タバコバニラで、カフェラテで、今はねちょっと安くなってるものとかがあったりするんですよね、そのフレーバーの中で。そうだけど、もしかしたらこれからなくなっちゃうやつみたいな書いてあったような気がするんですよね、いくつか。そう、
安くなってるのはもしかしたら消えちゃうのかもしれないっすね。半額ぐらいで買えるんですよ、今だったら。で、うん、そうですね、1個だいたい900円ぐらいか。で、900円ぐらいでこのちっこい、これでまあ300回ぐらい吸えちゃうみたいなんですよ。で、2個入りで900円なんで、まあ、600回分吸えるってことかな。で、普通に1ヶ月間まともに吸ってったとしても、タバコよりは安いみたいですよ。タバコよりも安いし、体にもそんなに害がないんで、うん。どうすかね。こう、なんかこう、僕なんかこう、楽しく吸える感じなんですけど、喫煙者の人からしたら、どうなんすかね。これがやっぱ吸い応えは、全然なかったりするのかな。ちょっとじゃあ、ストロングメンソール、行ってみようかな。ストロングだからね、普通のメンソールよりもちょっと、強い感じのやつなのかな。いきます。そう、ちょっとこう液漏れとかしてるのがあるんですよ。ちょっとピカピカ見えないかもしれないですけど、水滴みたいについて、これはねしっかり拭いてあげることによって、拭いてあげないと、こうこまめに拭いてあげないと、やっぱこう、うん、壊れちゃったりすることがあるみたいですよ。やっぱ2,3000円かもしれないですけどね、やっぱ大事にで、ちょこ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 買ってたら、それは結構お金もかかっちゃうと思うんで、大事に使ってくんなら、これちょこちょこ拭いたり、やっぱ手入れはしてあげた方がいいのかなと思います。じゃあこれストロングメンソールしてみます。すごい、やっぱミント強い、喉にすっごいくるよこれ。うん、いや、こういうのだったらあれなんじゃない、こうタバコ吸ってる人でもこうクッと喉に来るからいいのかもしれないですね。だけど俺はやっぱりこのスースーレモンは、こうレモンの爽やかな感じと、あのメンソールのスッと、うん、公式サイトで何て書いてあるのかな。バニラも入ってんのこれ、バニラもアクセント入ってるって言うけど、入ってんのかな。あんま最後に甘みが来るからかな。そうけど俺はまあ全部吸ったわけじゃないんですけど、このいくつかの中だったらこのスースーレモンが一番ですね。でここからまあマイブルーの、うん、まあサイズは割とどんな感じ、リモコンとかと比べる、ああれか、ジッポと比べるとこんな感じっすね。結構スリムで、うん、でマウスキャップとかもついてくるの、やっぱ口つけるからね、持ち運びするのに1個買うごとにマウスキャップみたいなのが、どっか、あ、そう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 、これがついてるから、これでも持ち運びとかもしっかりできたりとか、あとケースとかも今はすっごいいっぱい出てるのかな、だから、うん、持ち運んで、でコンパクトだからね、 USBまあ、iPhone とかのあれとかも使えるし、パソコンでも使えるし、まあ、これとこれさえあれば、まあ、いつでもどこでも10でも20分で終わるし、で一応その分煙みたいなので今こう吸えるとこって少なかったりするじゃないですか、会社とかでもね吸えるとこ少ないし、けどこれだったら一応ねどこでも吸えるけど、あのしっかりまあ最低限のルールというかね、そういろんなのがあると思うんで、そう吸う場所は、まあ、どこでもいいとは言えないのかどうなんだろうね、まあお店とかにちゃんと確認、場所を確認してっていう感じですね。うん、まあだけど部屋で吸おうが車で吸おうが匂いは全然残らないし、副流煙だってもうやっぱないんですよ、その周りに与える影響っていうのも、うん、おすすめですよ。なんてね、タバコ吸えないくせに、はい。じゃあ次、そうこれ比べるためにドクターベープの方も買ってみたんですよ。ドクターベープモデル2ってやつ。そうこれはね、すっごいおしゃれなんですよ。こんな感じ。色はこれ黒とゴールドとシルバー。
かな。これもちょっとサイト見てみて、そうゴールドとシルバーとブラックか黒あって、でもうそうすごいね、まあ、内容そうなんかこうふわふわのやつに入ってるんですよ。ボックスとかも化粧箱みたいな、そうね。でこれがやっぱ充電するコードと、これが本体がこんな感じ。やっぱこう高級感あるんですよ。なんかマイブルーよりかはこっちの方が高級感ありますね。でサイズどうだ、サイズはまああんまり変わんない。若干このポット刺すとあれか、ドクターベープの方がちょっと大きいかなっていうような、ポットつかま全体的に大きいかな、ちょっとだけあんまけど変わんないですよ。ほんのちょっとだけだよ、ほんのちょっとだけで、見た目は僕はこっちのドクターベープの方がすげえおしゃれだなって思いますね。なんかこうレディーガガさんの衣装とか手掛けた人がデザインしたやつみたいなんですよ。だからもうすげえおしゃれですね。で値段はこっちの方がちょっと高いですね。本体で倍ぐらいしちゃいます。5000円ぐらいしちゃうんですよこれで。うん、で今だとなんか300万キャンペーンみたいなのやっててちょっと安く買えるんですよ。この本体とフレーバーが2つ選べるんですけど、そのフレーバーもちょっとマイブルーとかで高いのかな、1500円600円ぐらいしちゃうんですよ。これとそうかでね、2つと本体とこのフレーバー2つセットで、本だったらもう8000いくらかぐらいしちゃうんですけど、キャンペーンみたいな送料無料にもなって、まあ、5000円ジャストぐらい、まあ、送料別です、送料じゃない消費税別ですけど、まあ、5500円ぐらいで、うん、いつもよりも安く買えちゃうみたいなんですよ。で今回頼んでみたフレーバーっていうのがこれメンソールと、こっちが樹脂マスカットですね。でこっちの方がなんかこう強い感じはしますね。煙の感じっすかね、感じっつうんですかね、あのメンソール、こっちのマイブルーのメンソールみたいに。でこれはまあもともとあれですね、あの袋開けるとこういう、もうこれ開けちゃってるんですけど、こういうのに入ってるんですよ。うん、こういうの2つで、これは1個600回ぐらい、マイブルーの倍ぐらい吸えちゃうのかな、だから1200、値段はちょっと1500円ぐらいで高い感じはしちゃうんですけど、総合2回分で考えると、そう値段で普通に吸って考えるとこっちの方がちょっと安いのかもしれないですね。安いのかな、安い。ただデメリットとしてマイブルーはコンビニで買えるんですけど、今現在だとドクターベープの方はコンビニじゃ買えなくて、ネットとか楽天アマゾンとかで買うよみたいなんですよ。でじゃあこっちちょっと、そう見た目、これシルバーをちょっと選んでみました。かっこいいでしょ、かっこいい。そうでこれはね、もともとマウスキャップがこっちについてるんですよ。あれ、なくちゃった。そうついてるんで、これ外してちょっと吸ってみます。これはどっちだろうな、まあ、吸ってみようちょっと分かるんで、これどっちか、メンソールか樹脂マスカットか。これはメンソールです。ん？ん？ちょっと待って、こっちがマスカットだ、こっちがマスカット、やっぱほんのりやっぱマスカットの味はしますね。うん、なんかこの香料メーカー、老舗日本の香料メーカーとあのこうタッグして作ってるみたいなんで、やっぱ味もしっかりマスカットの風味っていうのはしますね。うん、マスカットの中にちょっとミントがあるみたいな感じの、さっぱりとしつつもすっきりとした、でまあフルーツのわーんとこいい匂いもするし、甘すぎず、うん、すっきり、結構割とすっきりな感じですね。そう
美味しいですね、ジューシーマスカット。で、こっちがメンソールね。メンソール。カチッと。うん。すごいね。こっちなんだろうけど、これ、コーツつけがたいですね。はじめは、まあ、コーツつけるのはやめましょう。うん。もうそう、どっちもいいっていうことで。そう。本当は、まあ、どっちか買って、どっちか、どっちも売っちゃうとか、とか思ってたんですけど、割となんか、ハマっちゃったのかな。結構、タバコ吸う習慣とかなかったですけど、こうちょこ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 、こう、ことあるごとに、なんか飯食った後とか、なんか、ね、ちょっと寝る前にとか、こう、ちょっとカッコつけて、吸ってみたりしちゃってる感じ。あ、けど、あと重さはね、前振るのが重いっすね、ちっちゃいくせに。こっちのドクターベイプの方が軽くて、うん、どっちも、うん、どっちもいいっすね。ただフレーバーは前ブルーのが多いし、こっちだと6種類がドクターベイプだと、ちょっとどんな味があるか見てみましょうか。フレーバーが、フレーバー、フレーバー、ちょっと待ってくださいね。あ、あった。フレーバーがクラシックスモーク、ワイルドビター。この2つに関してはタバコの味のフレーバーみたいですね。で、ミントとリラックスバニラ。それとジューシーマスカット、これ。あと、ピュアアップル。で、一応ローランドさんがこう、まあ、PR みたいなのしてるんですけど、うん、アップルとメンソールがおすすめって言ってましたね。で、メンソールと僕はジューシーマスカットのを選んでみたんですけど、うん、いいっすよ。こっちはミントか。そう。で、どっちもニコチン、こっちもやっぱニコチンタールゼロですね。どっちがいいってのはやっぱこう決めづらいんで、まあ、自分のお好みの方を選んでみてもいいのかなと。例えばこう、どっちも買ってみて、うん、どこをただ楽しむっていうのもいいのかなと思います。そう、 YouTube にはこっちのドクターベイプモデル2の方のレビュー動画ってあんまなかったんですよ。なんで今回ちょっとこういうのを撮ってみたっていう感じなんですけど、どうですかね。これ結構うまいっすよ。そう、なんかこうタバコ吸わない人とかでも、なんかもう電子タバコとかだったらこうリフレッシュして、まあ、ガムとかフリスクとかそういう感じので楽しめる感じですかね。でフレーバー付きとかなんで、こうちょっとね、マスカットとかアップルとか、まあ、いろんなこうちょっと、まあ、バニラとかもあるし、うん、こうなんつうのかな、本当リフレッシュできますよ。うん、いいっすよ。ちょっと試しに買ってみるのもいいのかなって。今安、うん、このドクターベイプもちょっと安く買えますし、マイブルーだってまあ 2,3 千ぐらいで買えちゃうんで、でそう、まあ別に、うん、そう、何言おうとしてか忘れちゃったけど、そう、まあ、買ってみて、まあ、興味があるんだったらちょっと吸ってみるのもいいと思いますよ。うん、おすすめです、マイブルー。そしてドクターベイプモデル2、皆さんももし興味があれば試してみてください。 See you。 あっち、チャンネルライド、またちょっと待って、チャンネルライド、また見てね。かっこいいでしょこれ、この、いや、ね、チャンネルライド。